大会駅は愛知県新酒呂市大会あざ南田にある東海旅客鉄道飯田線の駅である。大会駅は豊橋駅と辰野駅を結ぶ JR 飯田線の途中駅の一つである。1900年に開業。1943年に国有化されるまでは南へ向かう豊川鉄道と北へ向かう宝来寺鉄道の境界であった。 この二つの私鉄時代は一部期間を除いて、長篠駅と称した。国鉄時代を経て1987年の国鉄分割民営化により、JR 東海の経営に移り、現在に至っている。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線の合計二面三線の地上駅である。ホーム番線は単式ホーム側から1.23番線の順。1番線は、 中部天竜、飯田方面行きの下り列車、2番線は豊橋方面行きの上り列車が使用するが、どちらも双方向に対応している。3番線は使用されていない。かつて上り方面の1番ホーム側に製材所への側線があり、現在は撤去されているが、踏切は2000分の幅のままになっている。駅舎は1番線側に設置されており、ホーム間の移動用に、 校内踏切が設置されている。かつては駅員の配置があったが、1985年以降、無人駅であり、管理駅である豊川駅の管理下に置かれている。豊川鉄道は1897年から順次、路線を豊橋駅から北へと延伸させていったが、1900年9月、新城からの最後の延伸区間が開通し、この大会駅へと到達した。 開業当初は現在と同じく大会駅を駅名としていたが、3年後の1903年に駅東側を流れる豊川の対岸にある地名を取って流しの駅と解消した。豊橋から伸びる路線の終着駅であったがゆえに、この頃の大会地区は奥、三河や北園、南進への玄関口となり、乗り換え客が利用する旅館、飲食店が立ち並び、 運輸業者も多く集まって、人や物資の集積地として栄えた。1923年2月、豊川鉄道の冒険会社であった、宝来寺鉄道が、長篠駅を起点として、さらに奥地の三河川河井駅まで路線を建設する。これにより、長篠駅は2つの鉄道の境界駅となるが、両鉄道は直通運転を行っていたので、実質的には中間駅となっていた。 また、北園、南進の玄関口としての機能は、新たな終着駅である、三河川駅に移っていった。1943年8月、豊川鉄道と宝来寺鉄道の鉄道路線は、毎週、国有化され、豊橋と立つのを結ぶ、国有鉄道飯田線が成立する。これに伴って、長篠駅も、国有鉄道に移管され、同時に駅名が、開業時と同じ。 大会駅へと変更された。1971年から翌年にかけて、飯田線の多くの駅で、貨物営業が廃止されたが、新城市、蓬来町駅では、大会駅が唯一残された。しかし10年後の1984年に廃止され、駅開業時から行われていた、貨物営業はここでも終了した。そして、旅客専用駅となったまま百八十七年四月の、 国鉄の分割民営化を迎え、国鉄から JR 東海に運営が移管された。大会駅には、豊橋方面、飯田方面の双方とも1時間あたりおおむね1本の列車が停車する。停車する列車の種別は普通列車と、上りに1本のみ設定されている、快速列車の2種類であり、特急、稲ロは通過する。大会駅周辺には、 豊か鉄バスの大会駅前と新城市 S バスの大会駅という三つのバス停留所がある。両バス停を発着する路線は以下の通り。ありがとうございます。